車載カメラも映像を見ることが可能。さらに離れた場所から警告音を鳴らせるので愛車をしっかり守る。中にも驚きの最新技術が。こちらの最新型タブレット操作に使うのはなんと視線の動きをタブレットで検知。目力だけでページをめくったり調べることも可能なのだ。食欲の秋真っ盛りの中、10月1日から値上げラッシュ。まずはバターやチーズ。猛暑により牛の乳の出が悪くなり、生乳の仕入れ価格が上昇したことが原因だという。そして原料となる大豆価格の高騰を受け、食用油も 5% ほど値上がりした。さらにピザやパスタなどに欠かせない小麦も値上げされることが決定。1日5キロ以上の小麦を使っているこちらのピザ店では、1ヶ月あたりおよそ4万円の負担増となる。値段を上げないでやっていきたいのは正直厳しいですけど、まあ対策をね、頑張りたいと思います。キューバを輸入に頼る小麦、価格高騰の背景にあるのはアメリカを襲った歴史的干ばつだという。第3位、ちなみに先ほどの店でダントツの一番人気はマルゲリータピザ1700円。非常に美味しいピザです。日本ハムファイターズが優勝し、北海道が盛り上がる中、今週都心の青空の下、